フリーザとセル、扱いにどこで差がついたのか。フリーザとセルはどうしてこんなに扱いに差がついてしまったのか。セルはなんか笑いにつなげにくいというか、普通の邪悪というか。フリーザも邪悪そのものだろ。第二形態をデフォにするしかねえな。選ぶのが面倒くさい。まあ、のせいよな。セルは部下がいないから、いまいちカリスマ性に欠ける。セルジュニアならぬセルクローンとか言って、細胞吸収したキャラたちのクローン作った方が良かったかも。セルは放っておいても人を虐殺とかしないし、脅威に感じない。初っ端人間吸収しまくったし、目的なくなったらとりあえずセルゲーム開いたし。世界中の人間を殺すってテレビで宣言してたじゃないですか。ちゃんと挨拶ができる。ブーは早くしろとせかしてたが、セルは10日は待ってくれるしな。理性がある間は話が通じる。逆上はダサい。それでも悪ブーよりはまだマシ。セルはベジータに命乞いしたり、ナメプしたご飯にワンちゃん自爆でお茶を濁したり、追い詰められすぎ。あれは命乞いとはまた違うだろう。というか命乞いで言えばフリーザのが大概。というかドラゴンボールの敵ってみんなピンチ時に命乞いしてるよね。しなかったのってマジに愛だっけ。部下にも敬語を使うやつが邪悪なはずがない。今のジャンプの悪役に足りない、こういう不気味な怖さ。モデルは当時の担当編集者らしい。敬語できついダメ出しされたんだろうなと。なおも本人はトランクスのモデルであると言い張っている模様。フリーザは斬新な悪役だったけど、セルはベタベタな悪役だから。本来はセルよりフリーザの方が冷酷で残忍だったはず。フリーザは鳥山を得意のギャグ調な面構えなのに、怖さを表現できてたからな。フリーザはナメック星変で怖い中にもコミカルなところがあったからな。あと悟空がスーパーサイヤ人になるまで追い詰められてないのもポイント高い。セルは性格がどんどん知的になっていくんだよな。知能指数が上がるっていうか。でも追い詰められると元が出る。カーズ様みたいだな。セルに19号20号のエネルギー吸収能力があったら無敵だったと思う。吸収系の敵って許容量の壁にぶつかって自滅するのがパターンなので。原作当時は吸収式は吸えば吸うほど強くなって、逆に永久式はスタミナ切れがない代わりに強さが上げれないっぽい雰囲気だったけど、超で17号が普通に訓練してて強くなってた。吸収式も戦い方によっちゃ普通に便利な能力だからな。本来は永久式ほどパワー値上げる必要なかったし、いろいろ応用効きそうな吸収式選ぶのも悪い判断でもないかと。吸収式は別に戦闘力以外は永久式の介護官ってわけでもないしな。むしろ使い方によっては永久式より便利なところも多いと思う。トランクスが過去のセル破壊してなきゃ無限ループ的に強化されそうなのに。本編の世界戦では研究所完全破壊したのでセルは誕生しない。トランクスの元いた世界ではセルは存在しないっぽい。トランクスが戻った世界ではセルは死んだ。本編にやってきた世界は蒸気3つ目に近しい別の世界だから、まだ来れるような気がする。元いた世界ではセルは存在しないんじゃなくて、まだ誕生していないんだよ。その2つ目と3つ目は同じ世界。ベジータが丸くなったコンフリーザには敵でも味方でもない気の抜けない枠でいてほしい。セルは本編で目的達成してるからな。フリーザ味方になったの。利害関係の一致で同じ陣営にはなっても味方にはならない。それがフリーザ様。かつてのベジータもそういう枠だったんだが、地球最高ってなっちゃったからな。追い詰められて星ごと破壊を選ぶ点ではフリーザもセルも変わらんのだが、ゆっくり膨らんで自爆はなんか間抜けに見える。でもよく考えると、シナバもろともと本気で自爆選んだセルより巻き込まれるのを恐れてパワーを抑えてひよったフリーザのが情けないんだよな。フリーザは戦闘の天才かつ大手の宇宙悪業企業の帝王。セルは人工的に作られた戦闘マシン。お前僕倒した後何したいの。ピッコロ大魔王の血によるものと思われる破壊欲が芽生えてたような、トランクスに対して言ってた。フリーザは十数年間インターネットで上司区長や社長キャラをネタに使ってもらえたのがでかい。一方セルは関係ない作品の女キャラを吸収するエロキャラとなった。セルの新形態が未だお披露目なしなんだよな。まさか既存形態のままでインフレ追いつくつもりか。それはそれですごいような。ご飯こいつらの戦いについて来れるのか。
究極ご飯より圧倒的に弱かったはずのターレスやボージャックがインフレ追いつくんだからなんとかなるだろう。何気にピッコロと17号がリストラされとる。ベジータと緊張感じない掛け合いいっぱいしてるから、なんか復活したら仲良くなりそうなイメージある。孫親子とは無理だろうな、特にご飯。時々忘れてるいるけど、セルはサイヤ人とピッコロ大魔王とフリーザの邪悪さを混合させた邪悪そのものな性格なんで。そんなんいくらでも改心するよ、ドラゴンボールだぞ。そこはそのセリフの後の軽口のせいであまり邪悪という気がしない。最近気づいたけど、このセリフピッコロ大魔王リスペクトだったんだな。まあ普通に考えたら、自分の強化のために多数の人間殺して回るようなやつが良いやつなわけないよな。ブーみたいに純真さによるものってわけでもないし。かようでさえフリーザにかなりビビってくらいだから、地球の神様が自分の星でセルを発見したらこうもなるわな。北海道民が近所にヒグマどころかティラノサウルスが出現した時くらいの衝撃だったんだろうな。邪悪なやつも混じってるけど、邪悪じゃないやつも混じってるから、フリーザよりは味方にしやすそうではある。味方にしても役割あるかと言われると微妙だけど、その邪悪じゃない成分が原作で描写されてたらそれも説得力あったかもしれんが、ポジション的にも本人の性格的にも単純にフリーザのが圧倒的に話広げやすい。セルはなんかアキラボスとしてまとまりすぎちゃってるというか。こいつマジでパワーアップのために人間の命吸ってたからな。サイヤ人の細胞のおかげで瀕死から復活でパワーアップできてたし、ちまちま人間を襲うより死にかけて復活繰り返した方が効率良さそう。ナメック星でのデータも取れてたらな。セルの、というかセルを作ったコンピューターの最大のミスは、ご飯やトランクスの細胞を手入れしなかったことだ。サイヤ人と地球人のハーフの細胞も入れとけばまさに完璧だった。サイヤ人の細胞の繊維もありそう。強くなろうと思えばポテンシャルヤバすぎるし、ジーやニオリと GT はガチでフリーザとセルにとって黒歴史。フリーザは超で強さと威厳を取り戻したけど、セルの救済は婚姻罪なさそう。セルはなんというかね、とりあえず悪党やれって言われたから悪党やってるか、的なノリがあってあんまり悪のカリスマがない。かといって純粋ブーみたいに理解できない破壊衝動の塊ってわけでもないし、別に嫌いではないが人気キャラになるタイプでもないよね。絶妙に小物感がある。フリーザは部下にもちゃんと慕われてる描写もあったしな。セルにはそういうの見受けられない。部下から慕われてるかどうかの比較はずるくない？そもそもビジネスで仲間集めが必要なフリーザと違って、セルは部下が必要じゃないしできないし、コンボセルにも仲間ができるシーンが追加されたらそれから判断しないと。フリーザ様は特戦隊のギャグに付き合ったり、悪ではあるけどそれが商売基準だったりしてるからな。